こんばんは、ソムリエなゆです。動画をご覧いただきありがとうございます。さて、今回もバレンタインにおすすめプレゼントに贈りたいワインやっていきましょう。今回は甘口ワイン編ということで、美味しいのはもちろん、相手に話したくなるストーリーや豆知識も交えて、私の激推し甘口ワインをご紹介していきます。お酒の好きな人にワインをプレゼントしたいけど、何を選べばいいかわからないっていう経験ありませんか？せっかくなら美味しくて、お、やるなって思ってもらえるようなプレゼントを渡したいですよね。今回は気合を入れて渡したい本命編ということで、予算を3000円から1万円に設定して、おすすめのワインをご紹介していきます。なお、ご紹介するワインは私の個人的な解釈と偏愛によってセレクトしております。動画の流れとしては、ワインをプレゼントしたいときどうやって選べばいいのか簡単におさらい、それから私のおすすめ、今回は甘口ワインに絞って5本ご紹介、最後に1本テイスティングしたいと思います。ワインを贈りたいけど何を選べばいいかわからないとか、素敵なワインを贈って相手をうならせたいという方にぜひご参考にしていただけると嬉しいです。この動画が参考になったら、グッドボタンとチャンネル登録で応援よろしくお願いいたします。それではやっていきましょう。まずはワインをプレゼントしたいときどうやって選べばいいのか簡単におさらいしていきましょう。選ぶときのポイントは3つ。ワインの種類、予算、ワインにまつわるストーリーです。この3つ、プレゼントはもちろん、いいワインを飲みたいっていうここぞという時にもとっても大事なポイントです。プレゼントを選ぶときに失敗したくないとか、理想のワインに出会いたいっていうあなたのために、前回の動画でより詳しく解説しているので、ぜひそちらもご覧ください。では今回は簡単におさらいしていきましょう。まずワインの種類ですね。前回プレゼントに迷ったら、スパークリングワインまたは甘口ワインを選べばまず失敗しないよとお伝えしました。今回は甘口にフォーカスを当てていきます。おすすめのスパークリングワイン、特にシャンパーニュのことを知りたい方はぜひ前の動画をご覧ください。前回甘口ワインのいいところは、酒質が安定しているところ、長い期間楽しめるところを挙げましたが、この後さらに甘口ワインの奥深い世界を解説していきたいと思います。お次は予算です。ワインショップなので店員さんに相談する場合も、予算が絞れているとワインのセレクトがぐっと絞れるので、その後のやり取りも非常にスムーズになると思います。気合を入れたプレゼントでしたら3000円から1万円、気軽なプレゼントでしたら1000円から3000円くらいを目安にするとちょうどいいのが見つかると思います。最後にワインにまつわるストーリーですね。どんな人がどんな思いで作っているというストーリーを知ると、よりワインに対して愛着が湧きますし、大切に飲もうっていう気持ちになります。贈られた側としても、自分のために選んでくれたんだなって思ってくれるはずです。個人的にはこういうあなたのためにっていう気持ちの伝わるストーリーのあるワインを贈るのがとってもおすすめです。ということで、この3つのポイントを踏まえて、今回は魅力的な甘口ワインを5本ご紹介していきます。皆さん、甘口ワインってお好きですか？甘口ワインって飲みやすいので、ワインが好きになるきっかけになる方も多いんじゃないかなと思います。また逆に甘口は苦手っていう方もいらっしゃいますよね。私としてはこういう方にこそ、ぜひ本当に美味しい甘口ワインを飲んでみてほしいんです。甘美という言葉の似合うリッチな味わいの甘口ワインを飲むと、もう脳みそがビリビリくるような感覚になるんです。きっとそういう先入観もぶっ飛ぶはずです。ということで、ぜひ飲んでほしい甘口ワインやっていきましょう。まずは甘口ワインの王道、ソーテルヌです。フランス・ボルドーで作られる甘口ワインの最高峰ですね。これはもうまず飲んでみてください。飛びます。グラスに注ぐだけで、蜂蜜と黄色い果実とお花を混ぜ合わせたような甘い香りが広がります。程よく熟成も進んでいて、オレンジマーマレードのようなほろ苦甘酸っぱいような風味もあって、生き生きとした味わいです。こちらはフルボトルなので、チビチビと長い期間楽しめるのもいいですよね。こちらはぜひ食後のデザート代わりに飲んでみてほしいです。もうね、めちゃくちゃ優雅な気分になれますよ。生チョコとかザハトルテみたいな、ずっしり濃厚で口当たりの滑らかなチョコレートと合わせたいですね。このソーテルヌって聞いたことある方いらっしゃるかと思うんですが、ちょっと詳しく解説していきましょう。ソーテルヌというのは実は地区の名前なんです。ボルドー地方に流れるガロンヌ川という大きな川と広大な森に挟まれたところにあって、そこで生まれる寄付ワインのみソーテルヌと名乗れるんです。寄付ワインというのは寄付ブドウというものから作られるんですが、この寄付ブドウが生まれる条件というのが非常に稀なものなんです。使われているブドウはセミヨン、ソービニヨンブラン、ミュスカデルなど一般的な白ワインに使用されているブドウと同じものなんですが、このエリアは川と森に挟まれていて、とても湿気のたまりやすい場所なんですね。
そこに植わっているブドウにボトリティスシネレア菌というカビがつくんです。そのカビがブドウの花皮に目にも見えないほどの小さな穴を開けるんですね。その後お日様が当たって空気が乾燥するとブドウの果実の水分がその小さな穴からちょっとずつ蒸発していくんです。そして糖分とエキスの凝縮された甘い寄付ブドウが出来上がるんです。つまり天候の条件が揃わないとできないものなんですね。またこのボトリティスシネレア菌って実はブドウを腐らせてしまう病気の原因の菌でもあるんです。本来はワイン作りにとって有害なものなんですが、これなしに寄付ブドウはできないんですね。また寄付ブドウはとってもデリケートで、ちょっとした気候の変化でただの腐敗したブドウになってしまうこともあるんです。なので特定の産地や寄付ブドウができた年にしかできないとっても希少なワインなんです。複雑な気候の条件が必要なだけでなく、収穫や醸造もものすごい手間がかかります。水分が抜けた寄付ブドウは干しブドウのような状態なので、絞っても得られる果汁はごくごくわずかなんです。1本のブドウの木からグラス1杯分のワインしかできないというものまであるんです。なのでお値段も比較的高価なものが多いんですね。特に有名なのがシャトーディケムというワイナリーのもので、お値段10万円近くするものまであるんです。ご紹介したシャトースリュイローの畑はこのイケムの畑の隣にあるんです。素晴らしい条件で生まれたワインということでこちらを紹介させていただきました。あとはもう一本素敵なソーテルヌがありますので、そちらはテイスティングの時に味わいをお伝えしたいと思います。いかがでしょう。なんとなく甘口ワイン、寄付ワインのイメージ変わりませんか。そしてこのソーテルヌをはじめ世界三大寄付ワインというものがあるんです。ということで2本目がこちら、世界三大寄付ワインの一つ、ドイツのトロッケンベーレンアウスレーゼです。こちらはワイングート・アンゼルマンという900年近く歴史のあるワイナリーの寄付ワインです。シロップ漬けの桃やアプリコットのようなたっぷりとした香りと上質な蜂蜜のような甘み、また真ん中にスッと通るミネラル感が爽やかさも与えていて、とっても上品な味わいです。ドイツの中でも老舗の規模の大きなワイナリーなんですが、このワインに関しては必ず手摘みで収穫され、丁寧に除香されて作られています。古くから国際コンクールなどで数々の賞を受賞しているワインなので、ぜひ歴史や伝統のあるものがお好きな方に飲んでみてほしいですね。世界三大寄付ワイン3本目はハンガリーのトカイアスーです。ブドウの品種はフルミントといって、ハンガリーによく植わっているブドウです。蜜リンゴや洋梨のコンポートのようなみずみずしいフルーツの香りと、フルーツのシロップ漬けみたいな優しい甘さが特徴です。ごく甘口なんですが、フルミントがもともと酸度の高いブドウなので、骨格もしっかりあってバランスのいい味わいです。ハンガリーのワインってなかなか飲む機会少ないかと思うんですが、実はこういう寄付ワインがとっても有名なんですね。フランス国王ルイ14世がトカイの寄付ワインのことを王のワインにして、ワインの王と称賛したという逸話もあって、王侯貴族に愛されたワインなんですね。トカイアスを買う時の豆知識として、プットニョスというワードがあります。これはワイン1リットルあたりの糖分の含有量を表す言葉で、3から6プットニョスまであります。ラベルには3プットニョス、6プットニョスというように単位のように使われていて、数字が大きいほど糖度も高く値段も上がっていきます。ご紹介したのは5プットニョスで、かなり高級品ですね。こういう豆知識を知るとワインに対する見方も変わってくると思いますし、ちょっと鼻の高い気分になれると思います。さて、ここまで世界三大寄付ワインについて取り上げてきましたが、それ以外にも素晴らしい甘口ワインはたくさんあります。バレンタインも近いので、ここからはチョコレートに合うと言われているワインをご紹介しましょう。まずはこちら、フランスのルーション地方、スペインとの国境あたりで作られている酒精強化ワイン、バニュルスです。白やロゼもあるんですが、赤が有名です。ブドウの品種はグルナッシュ。ドライフルーツやカカオ、シナモンのような香りで、味わいもとっても濃厚です。この濃厚な甘さと滑らかなタンニンがダークチョコレートにとってもよく合うんです。バニュルスは酒精強化ワインの中でもバンドゥナチュレルという種類になります。直訳すると天然甘口ワインという意味ですね。ワインの発酵途中にアルコールを添加して、ブドウの甘みを残すという製法で作られています。同じ酒精強化ワインのシェリーと比べるとちょっとマイナーなんですが、フランスでは古くから偉大なワインと言われています。ワインの入った大きなガラス瓶を日光に当てて発酵を促すという珍しい製法も特徴ですね。もう一つはこちら、イタリアベネト州で作られるレチョート・デ・ラ・バルポリチェッラです。
ブドウの品種はコルビーナ、ロンディネラ、モリナーラのブレンドです。ブルーベリージャムやヘーゼルナッツ、またシナモンやアニスのようなスパイスの香りもあって、複雑かつエレガントな味わいです。デチョートの作り方もちょっと変わっています。まず収穫したブドウを専用の部屋で100日間以上陰干しするんです。これによってブドウの糖度が上がってエキスが凝縮されて、さらに先ほど説明した寄付菌もついて極上のブドウになるんですね。そして発酵中の糖分が残った状態で仕上げたものがこのレチョートに、糖分がなくなるまで発酵を進めて辛口に仕上げたものがアマローネという高級赤ワインになるんですね。とっても滑らかなタンニンで、とろっとしたような口当たりが特徴なので、生チョコのような口どけのいいチョコレートと相性抜群です。プレゼントにおすすめな甘口ワイン、熱く5本ご紹介させていただきましたが、最後に1本テイスティングしたいと思います。今回テイスティングするのがこちら、ル・ソーテルヌというワインです。こちらのワイン、ワイナリーは非公表となっているんですが、ソーテルヌといえば誰もが知っているあのワイナリーなんじゃないかって言われています。それでは開けていきましょう。色はこんな感じです。とっても綺麗なゴールドですね。もう艶やかでトロッとしてます。ではテイスティングしていきましょう。まずは香りから。めちゃくちゃいい香り。これもうね、香り嗅いだだけで飛べますね。わー、すごい高級な蜂蜜とリンゴとか洋梨とか桃をもう一緒に鍋に入れて煮込んだみたいな。もうすっごい華やかな香りです。ほのかに干し草っぽい、ちょっとハーブっぽい香りもあって、すごいもうとにかく複雑な香りですね。もう永遠に嗅いでいたいです。では味わってみようと思います。今日もお疲れ様です。乾杯。おいしい。もうずっとこの甘みが口の中に残ってて、もうこの余韻だけでもすごいうっとりですね。しっかりと酸味もあって、それがすごい上品な感じなんですよね。余韻にリンゴと焦がしキャラメルみたいな風味もあって、もうただただリッチな味わいです。今回バレンタインということで、こちらのチョコレートも合わせてみようと思います。こちらのチョコレート、実はソーテルヌに漬け込んだレーズンをチョコレートでコーティングしたもので、これもねすごい贅沢ですよね。ではいただきます。ではいただきます。本当に贅沢な味わいです。もう禁断の甘さですね、これは。では合わせてみます。いただきます。うまチョコレートと合わせるとワインの酸味がさらに引き立ちますね。チョコレートの甘みとワインの甘みがもう絡まり合っているような感じで、本当に贅沢な気分になれます。これはもうなんかセレブの遊びみたいな感じですねめっちゃ贅沢。今回はプレゼントにおすすめな甘口ワインをご紹介してきましたが、これいいかもっていうワインは見つかりましたか？これをきっかけにあの人にワインを送ってみようかなとか、ワイン選びの参考にしていただけるととっても嬉しいです。いかがでしたか？このチャンネルではおうちワインがもっと楽しくなるポイントなどを発信しています。美味しそう、飲んでみたいと思っていただけたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。ご質問やリクエストなどありましたら、ぜひコメント欄までお寄せください。また私の公式 LINE では、今日ブルーチーズに蜂蜜かけて永遠に食べようと思うんだけど、どんなソーテルヌがいいかなとかお友達のうちに持ってくソーテルヌでおすすめあるなどなどワインに関するお悩みや疑問を24時間受け付けております。あなたの専属ソムリエがお答えしますので、ぜひ概要欄のリンクから友達登録お願いいたします。また美味しいワインが飲みたい、全部プロにお任せしたいという方は、私がお一人お一人に合ったワインをお届けするバンビバンというオンラインワインショップも運営しておりますので、ぜひチェックしてみてください。
今回ご紹介した銘柄以外にも素敵な甘口ワインはたくさんあります。あなたのプレゼントにおすすめなワインがありましたら、ぜひコメントで教えてください。コメントいただけたら貴腐ぶどうの隣で私も水分抜きながら喜びます。それではまた次の動画でお会いしましょう。素敵なワインの時間をお過ごしください。またね。次回は気軽なプレゼント。実はブドウを腐らせてしまう病気が言えない。ラベルには3プットニョス、6プットニョスという何がおかしいんだ。ラベルには3プットご紹介したのは5プットニョスでバカだよ。